ケネスラッシュケネスラッシュはアメリカ合衆国の外交官、政治家、中西ドイツ大使、中フランス大使、国防副長官、国務副長官を歴任。1971年のベルリン協定締結交渉を支援した。ケネスラッシュはワシントン州わらわらにて、デイビッド・ケネスラッシュの息子として生まれた。両親はテネシー州の出身であり、 西部を一年かけて旅行している途中で、ケネスを出産した。父親は、テネシー州、グリーンビルの農場主であり、母親は、学校教師であった。父親とは2歳の時に死別した。ラッシュは、グリーンビルの高校を経て、テネシー大学に進学した。彼は、球児として働き、学費を稼いだ。彼は歴史を専攻し、ファイ・ベータ・カッパの会員に推挙された。 1932年、イエール・ロースクールに進学。法律雑誌の編集者を務め、法学修士号を取得した。1936年から1937年まで、ラッシュはデューク大学にて準教授を務め、法学の講義を担当した。彼は学生の一人であったリチャード・ニクソンと知り合い、永続的な友情関係を構築した。1937年、 ラッシュは、ユニオンカーバイドカーボン社からのオファーを受け、同社に幹部として加わった。彼は1939年に副社長に就任、1966年に社長となった。ラッシュは1969年に、すべての民間企業職を辞し、中日ドイツ大使に就任した。リチャード・ニクソン大統領は1972年に彼を、 アメリカ合衆国国防副長官に任命。翌1973年には国務副長官に転任。1974年から1977年までは中フランス大使を務めた。ラッシュは1971年のベルリン協定締結に際して主たる役割を果たした。彼は17ヶ月間にわたって米ソフッツ間の交渉に関与し、 各国政府からの信頼を獲得した。ベルリン協定の合意により、20年以上にわたった、東西ドイツの緊張は緩和され、また米ソ間の関係改善にも寄与した。ラッシュは1994年12月11日に、フロリダ州デルレービーチの自宅にて死去した。息子の一人によると、彼は、心臓と血液の病気の治療を受けていた。1947年、ラッシュは、 ジェイン・ギルバートと結婚した。彼らは息子5人、娘1人を設けた。息子のうち2人は養成した。ありがとうございます。